ご飯の作り方を説明します。これ今ですね、消化酵素、ちょこっとでも量を少なくするためのお薬なんですけど、でこちらが私今シリンジでできるように、お水とお湯がこれに混ざってるんですね。でお家でやる時もお湯とお水でちょこっとふやけるようにしてもらって作ってもらった方がいいと思うんですね。でこの粉を 1g 量るんですね。1g ですね。でまあこれお水溶かしてもらっ、お水で溶かしてもらったやつ、入れて、でこの粉のやつを、今これ 30cc30 なんですけど 30g なので、1対1ぐらいでお水を今30で用意してるんですけど、それで多分そんなシャビシャビにならない、30でいいぐらいか、ご飯に対して1対1か1対2ぐらいになればいいんですけど、今これ消化酵素入れたのでちょこっと量がかさが少なくなるんですよね。で、今こっちにもお薬避けたの理由は、先端部分に流動食ができれば、先端部分にお薬を入れれば先にこっちの薬が入ったやつを先にこうやってあげることができるので、それをやらさせてもらったんですけど、まあこんな感じで適当に塗ってもらって混ぜる。で混ぜたらこのシリンジの中に、ね、私軽く取っちゃったんですけど、抜く抜いて、で後ろから突っ込むんですね。でお家だとその消化酵素を渡さないので、もうちょっと硬くなるとは思うんですね。だから多分1対2か1対1で、1対1でもしお水があれだったらこういうスプレーとかでシュシュシュとかってしてもらって、いい硬さにできるようにしてもらえばいいんですけど、まあスーちゃんどうだろうな。硬い方がいいのかな、どうなのかわかんないですけど、食べやすい柔らかい感じでやってもらって、で今これお薬が先端に入ったので、でもうちょっと隙間があるんで、美味しいやつを後ろからまたこんな形で突っ込んであげる。そうするとでこっちに空気が入るんで、空気を、そうすると今薬が先端に入ったので、あとこんなにちょっと入ってるっていう形でなると思います。でそれで 30g だと2本分いるん で今もう 25cc ぐらいであれなんですけど、こんな形で、まあお家だと、まあ、5g 用意して、5g とか 10g 用意して、まあ3分から5分でできる範囲でやってもらうっていう形で、で休憩してっていう形でやってもらえるといいと思いますね。でこんな形で、じゃあモコワンは 3g か 5g？ いや、もう粉々に
校ではミルサーで粉々に、うん、私もさっきお家でやった、うん、ありました、やりました、うん、やりました。本当に粉々なので、うんうん、ミルサーでやると、うん、で、ふるいにかけてあのやってもらえるって形です。それをふるいにかけるのね。そうなんですよ、そうなんですよ。もっと細かくさっきのちょっと粗かったですか。あー、そう、あー、硬さ見てないな。あ、今、私やっちゃったんですけど、これ今ちょっと消化酵素が入ってるのでちょっとべちゃべちゃなんですけど、これよりもうちょっと硬くていい、これ、まあこれぐらいで大丈夫です。うん、これかもうちょっとはあのお水でちょこっとふやかしてもいいかもしれない。これよりもうちょっと今でもさっきでも別に出やすかったのでシリンジの硬さからなんです。もうちょっとなんか柔らかくしたいなっていう感じだったらもうちょっとお水でこういうスプレー容器でシュシュシュってしてもらえれば食べやすい大きさになると思いますね。で今こっちお薬入ってるので、で先端やってみても倍、50いくつあるので30、まあ今消化酵素入れてるからちょこっと量が減ってるだけであって30とか20とか用意すると 40g だって 40cc とか 45cc とかって多分なると思うので、まあ最初はあれなんですけど、そんな形ですね。私オーガンを27